はい、どうも不明だようです。今回ですけども、最新セレクトボックスが、本日の11時、18日の11時からね、開催されますけども、その中でまあ確保すべき、ツムがいるので、そちらを、まあ紹介していこうかなというところなんですけど、まあ、確保すべきなんだけど、まあ三が日前なんで、まあ今回はスルーでいいと思います。なんでまあ次回ですね、はい、まあ、持ってない方はまあちょっとゲットした方がいいんじゃないかなというところで、パステルミッキーですね。でこのパステルミッキーなんですけど、まあ実は最強クラスのスコアを持っているということで、これスコア2021なんですよ。はい、パステルツムって最強クラスなんですよ全部で。パステルグーフィーが2074で、はい、パステルドナルドデイジーが2166というところになっております。でこのツムね、サブツムできたら本当に最強クラスでスコアが爆伸びするんで、はい、まあ、ちょっと母体確保ですね、1体確保しておくと、まああのスコア出しとかには便利かなと思います。ただこのね、パステルミッキーはシンデーラとかにはね確か出てこないです。肌色認定をされてるっぽくって、例えばマレドラとかそういうところではね確か出てきますね。はい、まあそんなツムなんですけど、じゃあそのツムのスキル性能もねちょっと見ていきたいんですけど、まあこのツムはね正直微妙っす。ただタイムボム狙いでやるとなんか1億スコアとか出してる人とかいるみたいなんですけど、まあ自分は無理だし、コイン稼ぎもきついんですよ。一緒に消せるパステルミニが出るんですけど、これま繋ぐと周りのツムを消せるんだけど、こう消せるの繋ぐと周りのツムを消すのがミニだけなんで、実際ロンチェしてもね消去数がそんな伸びないんですよっていうのも、まあ、ちょっと見ていただきたいなというところです。で、あ、そう、あと着せ替え機能があるんで、そこはまあこのパステルツムはと、あとあれかハートの女王のツムだけっすね。ほら31なんですよね。でしかもこれスキル中はなんとスキルが溜まりづらいっていう。ほら、あのさ、中央ショークであんだけいい感じにチェーンしてるのにもかかわらず、なんと30ショークだからね。だからこれだ、コイン稼ぎはロンチェした方が効率はいいんだろうけれども、まあ、実際ね、今のもほらいい感じにチェーンしてるんだけど、まあ、実際消すのはミニだけなんで、ほらやばい。今のも25でしょ。でね、これ本当にちゃんとたくさん消せば一応スキルループができるんで、まあそこはね狙った方がいいとは思うんですけど、まあきちいね。見てこれ5000枚いかないぞ。いや大ツムつくんで32だもんな、きちいよなっていうところでね、まあちょっとね、あの単純に毎ツムセットして使う分だと正直微妙ですね。やっぱそうっすね、30消去とかしかいかないんで、結局コインがねあんま入ってこないっすよね。やっぱショートってか、まあ急消去以上を狙っていくとあれですね。いや4357、本当に少なくない？まあもうワンプレイちょっとやってみますけど、
でも6000ぐらいいけたイメージあるんだけど、もうちょっと早くやってなぞってみましょう。はい、ちょっと考えながらローンチできるかなっていう考えながらやってるんだけど、まあ、ローンチできるかできないか置いといて、とりあえずちょっとマイツムミニをたくさん消せるように頑張ってみようかなと。そんなんで上がるんかって話なんだけど、きちいなだいぶきつそう。いやきちいわ。いやなんだこのツム、本当にタイムボム狙わないと、きつすぎて全然俺が使うとダメだぞ。きつすぎだね。これがさ、ミッキーも周りのツム消す系になってたら多分強かったっすね。まだしかもこれもしかしてマイナス補正もあるんじゃない、下手したら。スキルループをねしたいっすね、せめて。ちょっと待って、さっきより全然悪いんだけど。多分これだったらグリムとかのがきっと強いんでしょうね。グリムさ、スキル回るもんね。スキルも回るし、コインも結構稼げてたと思うんだけど。きちい。きちいっすよ、このツム。何なんですか。ルルルンって35、おい3200、もうあれれあれれということで、まあ自分はね、パステルミッキーはね、あのまあ普通普段使いではまあ弱いとは思うんですけど、まあとりあえずね、サブツムとしてはかなり優秀とか、もう最強クラスなんで、はい、ぜひね、持ってない方は確保してほしいんだけど、まあ、今回本当に三が日前なので、まあ、基本的にどうする案件であるんですけどね。はい、またちょっと次回復活した時にゲットしていただけたらなと思います。まあ、他にもね、パステル系全部高いんで、パステルグーフィーとか、まあ、ドナルドデイジーも、はい、スコアが高いんで、まあこちらですね、はい、来たら確保、母体持ってなければね、確保していくのがいいと思います。はい、ということで以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではバイ。